コース、初めて練習ラウンドして、はい、いやこれは手に負えないとか、まあいけるかなとか、いろんな印象があったと思います。はい、あのコースは本当に難しかったですね。あの難しいのは分かってたんですけど、一番最初練習ラウンドしたのが、東海道さんとか、ラリーマイさんと一緒に、日曜日かな練習ラウンドさせてもらったんですけども、まあ他のそういったメジャーの選手もちょっと難しそうにしてたので、まあまあ、この人らでもやっぱ難しそうにするんやったらやっぱり僕も難しい、みんなも難しいんやなとかいう気持ちになれたのがちょっと気楽な気持ちにもなれました。あと順応性って会長、あの向こう行ってなかなかこう自分が順応できないっていうタイプと順応できるタイプだとすると、やはりドクプロの場合はできるタイプなんですかね。結構この大阪の人ってあの結構海外行ってこう いつもと普段通りにやれる人っていうのは多いんでね、まあ、そういうところもあったんではないかなと思いますけどね。会長も関西人ですか。いやいや私は違うんですが、あの、まあ、そういった意味ではもう初のアメリカ、ね、参戦ということの中でこんなことを成し遂げる男がいたんだなと本当にびっくりですね。いや日本のあの、ね、シニアツアーもなんか隠れた存在といいますか、まあ、去年実績残してますけれども、なんか初めて行ってプレッシャー初日2日とかっていうのはあんまりそういう順位とかそういうものに対するプレッシャーってそんなになかったんですか。やっぱりこうどういうんですかね、もうとにかく予選だけは通ろうという気持ちでね、初日2日は本当にプレッシャーかかりながら予選だけは落ちたくないのはもう気持ちは強かったですね。それで予選通ってままのポジション来ました、はい、3日目さあっていう、どんな気持ちで、はい、3日目そうですね、まあ調子がずっと良かったのでその調子のまままあすんなりいけたみたいな感じのところはあったんですけどね。コースも、フェアウェイが高麗芝なんで、その長いホールなんかでもウッド僕は飛ばないんでウッドを使うんですけども、高麗芝っていうことはライがねちょっといいので、打ちやすかったですね。日本に似た感じがあったんでそういう点ではね。まあ、それにしても本当に長いクラブのコントロール性って会長テレビで見ていたと思うんですけど、どうですかね。それはもう広報の方からですね、もうショットの安定感抜群だということで期待が上げるということとプラスですね、まあ最終日はああいう形だったんですけど、まあ室田君も上位で最初から言いました。その辺はどうだったんですか。先に室田選手がもう優勝争いしてたじゃないですか、はい、3日目終わるまでですね、はい、その辺の感覚っていうのはやっぱりこう一つの目標ですね。やっぱり室田さんが2日終わって5アンダーか言ってましたですね。だから一つの目標として室田さんについていくとか直美さんに負けんとこうとかそういうのは一つの目標として自分の中ではやってましたけど、あとその著名なプロっていう形で言うと、もちろんそのケニー・ペリー、そしてまたジェイ・ハースという、もう現役からシニアに入って、もうすごいスーパースターが優勝争いをしてた中だったんですが、その辺っていうのも 最終日ですね、スタートするときはそれをこう、捕まえてやろうとかというような意欲的なものってのはあったんでしょうかね。意欲は、最初は意欲はなかったんですけども、途中で、トップが12ぐらいであまり伸びてなかったので、僕がその時9ぐらいまで伸びてたので、あと2つ3つ取ればちょっと最後までもつれ込むんじゃないかなという、途中ではそういうふうには感じたんですけどね。それにしても パターンが入ってましたね。よく入りました。ちょっと衣装も入ったような感じがしますけどゴルフネットワークではパット数とかそういうスタッツがね全然出てなかったんですが、はい、ちなみに初日からのパット数って教えていただけますか。初日からのね、はい、パット数がちょっと覚えてないんですけども、はい、なんか4日間通してパット数が最小パット数ということで108ですか、それだけはちょっと聞いたんですけども、はあ、最終日はパット数はどんな感じだったですかね。
あんまりちょっと覚えてない覚えてないですね。ゴルフの方にもう夢中になりながら後ほど囲みまでに思い出していただきたいと思いますがまあそのぐらいといいますか、あのとにかくなんかゾーンに入ってたというか、はい、そうですね、まあ、ちょっとなんとなく顔つきもね、あの静観でちょっとこうもう あんまりこう雑音が入らないで自分のゲームに集中できるっていうような顔つきをしてた感じがするんですか。そうですね、喋れとっても喋られへんのでゴルフに集中できました、ね、はい、そういった意味では自分のゴルフに集中できたっていう意味もありますね、はい。まあ、これまで、まあ、1980年の全米オープンの青木さんとニクラウスの戦いがあって、まあ、それで青木さんが2位になって、まあ、その当時から日本の男子の選手が世界のメジャーで、に挑戦してできたら勝ちたいという目標を持ってずっとこう来て、で今回猪木選手が初めてその、まあ、夢を果たしたという、まあ、振り返ればだいたい35年ぐらいのそういうね現実的に日本選手の思いというものが、まあ、実現できたんですが、そういった感覚っていうのは、そういった感覚はね、本当にバケツをひっくり返したような感じで、僕もちょっとはっきりね、そう本当にすごいことをやっちゃいましたみたいな感じなんですけども、ね、本当にそんなもうバケツをひっくり返したような感じですね。トロフィーがすごい大きくて、140センチぐらいあったと思うんですけど、多かったです。ちょっと30秒ぐらい一番最後に担いで、はい、カメラ撮影したんですけども、ここちょっとあと筋肉痛だでもまあ本当に室戸さんをはじめ一緒に行った選手ですね、まあ、もちろん全員予選通過したんですが、本当になんか嬉しそうに自分のことのように室戸さんもいい笑顔で乾杯してましたね。はい、そうですね。あとホテルでナムさんとか一緒にちょっとナムさんが祝福ワインちょっとおごるからいうことで一緒に飲ませてもらってたんですけど、高見さんと室戸さんも僕たちのホテルに駆けつけてくれて、おめでとうおめでとうということ で、 あ、ね、お祝いの言葉をいただきました。全米プロに勝っちゃったという実感といいますか、あ、勝ったんだなって実感はいつ頃湧いてきました。いや本当成田ついてからですねまあ長かったですね、はい、ですから成田はね本当遅れたんで、ね、向こうでも結構向こうの一般普通に歩いてる人がコンガチュレーションをもう通る人通る人結構声をかけてくれたんですけども、やっぱり実感は成田ついて皆さん出迎えしてくれて、またここもそうですけども、こういうこれだけの人が集まってくれてということで、すごい今実感してますね、はい。結果的にはセントルイスで何時間、空港で何時間待ったんですか。帰りですか。はい、僕8時ぐらいのフライトをセントルイスを乗る予定だったんですけども、はい、で6時ぐらいに着いて、はい、席を確保しようと思って行ったんですけども、そしたらなんか2時のチケットを渡されて、でこの飛行機はいうことを尋ねたらキャンセルになってるから2時に乗れということを言われたんですけども、それもずっとまあもう結局その時間まで待って、空港でずっと時間潰しながら待って、でどこでしたシカゴ、シカゴ、はい、すいません、シカゴにやっと着いて、はい、まだそのままと一泊して、いや長かったですね本当にまあこれもアメリカでは、まあ、よくあることって言ったらあれなんですけども、はい、本当に初めて尽くしがこれだけこうずっと続いたっていうのは珍しいなと思います、はい、本当に最後にいいお釣りまでついてくるんで、ね、よかったさてシードが、はい、まあプロシニアカストあるんですけれども、まず最初に全米プロ出るわけですね、はいはい、それから、シニアブリティッシュオープン、全英シニアオープン、はいはい、
それから全米シニアオープン、はい、これ全部そうですね、今のところ行く予定にしてます。それでもう一つなんですが、はい、この PGA の方からですね、はい、今年のチャンピオンズツアーの登録フォームというのが、まあ、PGA 日本の PGA 経由でこう届いていて、はい、まあ、つまり出れるということなんですが、はい、どうしますか。いや、本当もちろん、チャンスをいただいたので、日本のシニアツアーと空いたところを狙っていければいいかなという感じで、今そういう段階でちょっとスケジュールを組み直しているところもいろいろあるんですけども、まあ、会長としましては、はい、日本のシニアツアーは絶対出てほしいという。そうですね、まあ、これから密なスケジュールにはなると思いますが、まあ、両方日米で頑張っていただきたいというところですよね、はい。まあ、本当に冒頭にも言いましたけれども、日本の本当にシニア選手といいますか、シニアプロというのの実力といいますかね、まあ、直道選手も室田選手もそうですが、まあ、今までは本当に限られた人数だったんですが、これに井戸木選手が加わったということでは、協会としても非常に誇り高い。そうですね、本当にこれからですね、我々の看板選手として本当に先ほど言ったようにアメリカでも活躍していただきたいと、まあ、テレビもね、番組をお持ちでドッキードキドキというね、関西でやってるんですが、これも今度全国版でぜひ、はい、番組をお願いいたします。なんて呼ばれました。なんかすごい向こうの解説も井戸木というのはなかなか言いづらくて。そうですね、アイドキ本気アイドキとか言いますけどね、青木選手もね、はい、アイオーキーと最初言われてましたけれどもね、はい、さあ話は僕らの話はこれまでで、これから皆さんの質疑応答したいと思うんですが、まあ、とりあえずここは改めて、おめでとうございましたということで締めさせていただきます。はい、お疲れ様でした。それではこの後ですね、質疑応答の方に移らせていただきたいと思います。質問のございます方はですね、手を挙げていただいて、社名とお名前、おっしゃっていただいてから、ご質問の方をお願いいたします。赤坂と言いますけれども、おめでとうございました。ありがとうございます。何度も言われてるでしょうけど、ありがとうございます。僕はアメリカ行くようですけども、はい、英語なんかどうしましょう。英語ちょっと一つ一つ1日単語2つ1個でいいですかね。はい、そうなんですね。1個か2個か1個ずつこうやっぱりちょっと勉強しないとやっぱり具合悪いですね。昔ジン・サラゼンが、はい、セベだったかな、1日1個ずつ覚えなさいっていう、はい、だから1個で十分だと思います。十分ですか。ありがとうございます。すみません、テレビ東京の加藤と申します。今回は全米プロシニア優勝おめでとうございます。ありがとうございます。2つ質問があるんですが、はい、まず1つ目に、今回の、プレーを通して一番、印象に残っているプレーをこれが優勝につながったんじゃないかとご自身で分析されるプレーがあったら教えてください。そうですね、一番つながったのも本当に72ホールつながらないところに勝てないかったと思うんですけども、一番印象にあるのは10番のパーセーブですね。10番が特にこうもう完全にボギー、下手するとダブルボギーの感じのパターンだったんですけども、それをうまくパーセーブできたのが大きかったと思います。そうですね、10メーターぐらいはありましたね。ありがとうございます。もう一ついいですか。はい。まあ、明日も試合を控えて、まあ、これからの出場権を獲得した大会もあると思うんですけれども、はい、今までは浪速の井戸木だったのが、これからは世界の井戸木としていろいろな試合に挑まれると思うんですけれども、今後の具体的な目標ありましたら教えてください。そうですね、目標としてはやはり日本のシニアと US シニアとずっとできたら、まあ、2つ追うものは一とも得ずってよう言われますけども、この2つをずっ
できるだけシードを保ちながらね、やっていきたいところなんですけども、そう思ってます。ありがとうございました。この度は本当におめでとうございます。ゴルフ雑誌アルバの浩二と申します。すいません、プロが今回プロシニアの、優勝された時になんか道具とかで今までと変えられたものとかがあったら教えていただきたいのと、あとシニアになられてそのレギュラーの時と何かスイングとかで、変えた点とか気をつけてる点があれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。そうですね、道具、まずドライバーですね。本当に47インチにして距離が出るようになったのが一番いいポイントかなとは思うんですけどね。ピーターシニア最終日一緒に回ったんですけども、日曜日の時一緒に回った時にピーターシニアなんかは昔日本ツアーに来てる時は40ヤードぐらい離されてたんですけども、この間一緒に回った時にね、変わらないんですよね。で、やっぱり僕飛び出してるのかなとか自分でこう思いながら、まずはそういういったクラブに出会えたのも一つの勝因であるし、で今年また新しいボールがすごくいい感触で自分の感じで飛んでいってくれるので、すごく今いいゴルフ、そういった意味でいいゴルフできてますね。パッティング、そうですね、パッティングはレギュラーツアーの時にはやっぱり入れなきゃダメ、入れたい、入れなきゃダメの気持ちが強すぎてちょっと空回りしたところもあるんですけども、50になってからなんかこうちょっとそんなにイライラしなくなった点があって、こう落ち着いたパッティングできてるかなとは思います。 TBS テレビの金子と申します。よろしくお願いします。この度は優勝、おめでとうございます。8月の、全米プロ選手権に、参加されるご予定ということで、世界最強プロ決定戦である、全米プロ選手権に、参加されるとしたらどのようなプレーをしたいと思っていらっしゃいますか？本当にプレーっていうのはもう僕はもういつも自分の持ってるものしか使わないので、自分のプレーをしてどれだけ通用するか通用しないのか、その辺をちょっとまた小手調べということで行かせてもらいます。全米プロ選手権で、自分のプレーを思いっきり発揮できるという自信の方は終わりですか？そうですね、ダメで元々でいけばいいじゃないかなと、半分はそんな開き直りの気持ちもあります。かなり楽しみな気持ちですか？かなり苦しみな気持ちもあると思うんですけども、多分その辺になってくるとね、距離も全米プロっていうと昔からなんか距離が長いようなイメージがあるので、どの辺までね、その飛距離をちょっと自分も持ちこたえられるのか、ちょっと挑戦してみたいところあります。最後に言ってだけ、はい、すみません、このまま今怪物ルーキーである松山英樹選手がおそらくこのままいくと、全米プロ選手権に参加すると思うんですけれども、もし一緒に大会に参加することになったら、松山英樹選手に勝つ自信はありますか？これは分からないですね。ひょっとして勝つかも分からないしね。自信はもう自信と言わればちょっと分からないですけども、本当にゴルフは分からないですね。怪物に勝てるとは言い切れない。言い切れないですね。すいません、たびたびの質問でありがとうございました。はい、それではちょっとお時間の方も迫っておりますので、この後ちょっとフォトセッションの方に入らせていただきたいと思いますが、すみません、ちょっとマイクの方とテーブルをちょっと片付けさせていただきたいと思います。